こんにちは、マースケチャンネルです。今夏ですのでね、デザインの専門学校を卒業した俺が夏になると思い出すということがありましたので、ちょっとね、語っていきたいと思います。夏と言いますと一番ね大変だったのが、僕はデザイン の専門学校を卒業なんですけれども、夏休みの課題で鬼みたいなその課題宿題が出されたんですね。まあだから専門学校ですからやった2年間あるんですけども、2年目は、まあ、卒業制作をするので、まあ、課題やったのは1年目ですか。1年生の時の夏休みの課題がね鬼みたいで、それプラスその課題プラス、なるべくね単位をねと取ろうと思って、夏期講習っていうのがあるわけですよ。まあそれは順を追って、まあ喋っていきたいと思います。でどんな課題だったかって言いますと、まずもちろんね授業にはそのデッサンがありますけれども、そのデッサンの先生から言われたのが、夏休み中まだ40日ぐらいありますけれども、クロッキー帳スケッチブックにですね、クロッキーを、まあ、2冊か3冊でか夏休み中に書いてこいって言うんですよ。いやスケッチブック2冊か3冊って鬼のような課題で、ね、なかなかね書こうと思ってもね、そうモチーフ題材がないんです。というのは、まあ、学校だったらね友達もいますし書けますけれども、家庭でとなると書くものがまあほら動きのあるもので生物じゃなくて動いてるものだったのかな、その書いてこいっていうのは。というわけで、しょうがなくて思いついたのが、俺地元の方ではですね城址公園、まあ、昔お城だった跡地をが公園になってるところがあるんですけども、そこまでは行きまして、ちょっと恥ずかしい、 まだね19歳ですから、まあ18、19ですから、ティーンエイジですから、その恥ずかしさが残るわけですよ。だから人前でね、絵を描くなんていうのもね、恥ずかしいわけですよ。なんですが、まあ、1年生のうちに、またね、学校の授業で、恥ずかしさを捨てるというね、体験っていうかね、その練習、もう訓練ですね。的なものをやりまして、じゃあ恥ずかしさを捨てるために何をやるかっていうと、あるそのグループの、まあ、それぞれグループを作って行動するということで、あるグループは駅前に立って、その別にねなんてことないのにこうなんかアンケート取るとかいうことでやってみたり、僕なんかは恥ずかしいんですけど友達出してグループ作って地元の幼稚園へ行って、幼稚園生相手にこうアンケートを取るなんていうことをやって、こう恥ずかしさをこう捨てていくと。でクリエイターっていうのもね、その学生時代に、その学生時代にこうできた言葉なんですけど、クリエイターたるもの、恥ずかしくては何も想像できないという恥ずかしさがあっては。ということで、まあ、そういった訓練してるから、まあ、いろいろ、ね、できるようになったということで、首入りからね、先ほどの続きなんですけども、地元の城址公園で、首からガバンをぶら下げて、で書いたものがスケッチ、そのね当時書いたスケッチブックもあるんですけども、出すのが大変なので、またそれは機会があったらお見せしますが、今回は、まあ、違うお絵描きでね見せてますけれども、何を書いたかっていうと、公園には猿、それからタヌキ、まあ、そのぐらいしかいないんだ。あと鳥と、マニアトリみたいなものと、あと公園ですので鳩ですね、ぐらいしかいないんですけども、なるべくねそのスケッチブック、まあ、2冊か3冊埋めなくちゃいけないということで、後でねこう見返して笑ってしまったんですけども、鳩って動き早いんですけど、ささささっとクロッキーでこう描くということで、鳩を描いたりとか、なんかスズメかなんか描いたりとか、猿もねじーっとしてはくれないので、まあ横を向いてちょっとねわずかにじっとした隙間にこう描くとかいうことをしました。それからあとうちの親父、親父ももう亡くなりましたけど、親父もねテレビ見て見るのが好きだったので、そのテレビを見ている親父をこう描いたり、
してあのスケッチブックを書いて、でしかもね、あの夏休みの課題はそれだけじゃないんですよ。その他にスケッチブック2冊か3冊の他にあとごめんなさい咳出ちゃいました。その他に、鏡に映った、自画像、それからあとなんか風景をのこう描いて画用紙、B3 ぐらいのサイズにこう描いてこいということで、そう自画像は B3 じゃないや、自画像は B2 だから大きいね、 B0 って畳1畳分ぐらいあるやつの半分、B3 ですから、四つ切り画用紙が B3、 それの大きさの倍が B2 ですよ。そんな大きいのにこう変えてこいということ でしかもね、あのまあ今でこそいろいろね問題になりましたけど、当時はねまだまだねそういったこと、こともなく、だ俺がちょっと画面黒くなっちゃいましたね、俺がその学生になる1年前までは男女とも男子も女子も上半身裸の状態をこう変えてこいということで、実際にその先輩1年先輩の絵をね見せてもらったら、みんなね生徒さん男女ともこう裸で自画像描いてきたんですが、俺の代から女子はまあ恥ずかしいので、まあ薄手のね薄着をしてシャツとか着てこう描いてもいいですよってことになったんですけども、ちょっと頑張ってる女子は実際に何も着ないでこう描いてきてるのも同級生もいましたけれども、皆さんそうやって苦労しながらね暑いのにこう夏休みの課題をやりましたということで、そんなことを考えたらまあちょっとクロッキーもねやってみようかなと思ったとは思いましたけども、別にモデルさんいるわけじゃないので、でね、というわけで、まあスケッチブックにこうね書くこともできませんが、たまたま昔ねポーズカタログって本がありましたので、その中からいくつかそのポーズをね、こう書いてちょっと肉付けして遊ぼうということで書いてみました。実際にこれは本にねなってるくらいですから、小さい人物なんですよ。これぐらいをねいくらたくさんね勉強したからっつって、まあ、今画面に載ってる状態のねまあ髪の毛も何も書いてない状態のやつをね書いてもねあまり上手にならないんですね。というのはまあデッサンの時間ですと、これに今度髪の毛書いて目書いてて、もしくは服を書いたりとかね靴を書いたりとかいうそういう書き込みの勉強ができないからなんですね。ということで、なるべくまあできるならその人を見てこう書いた方がいいんですけども、まあないのでね、この本を見てそのまあいくつかまあ寝そべってるポーズとかそのしゃがんでるポーズとかいうのをこう書いてみました。でこれに肉付けしようと思ったんですけども、俺の同期、まあ、俺はですねアニメーションを専攻しましたが、アニメーションといっても作画班ではなく後ろのに映ってる背景班なので、同じね、グループでその絵のうまいね作画班の仲間が描くように上手には描けないけど、まあ、これに適当にね顔を描いてみようということで描いてみたのが次です。はい、まあ、全部ね女性なんですけど、適当に描いたらですね、見てください、全部ねなんか気の強そうな女性ばっかり撮ってしまいました。自分でね思わず笑ってしまいましたのと、この人物なんかどっかで見たなと思ったら、まあ俺ぐらいの世代ですとねこういった顔が多かったのは、まあ昔のね大昔の少年チャンピオンではねこういったね顔を描いてる漫画家さんいましたね。あとはヘアバンドなんかつけてるねつけてこうもしゃっとした感じを描こうと思ったんですけど、目描いたら全部ね眉毛がねこうつけれつけがた眉毛描いたので全部怒ってる顔になっていまして、本当に気の強そうな女性になってしまいました。 で先ほどから言ってます通り、あんまりねこの小さいサイズ漫画を描くにしてもね、この小さいサイズで練習するよりは大きい画面いっぱいのところにこう人を見ながら練習して、だんだんこう
練習してこういうふうに小さい曲に小さいあのポーズとかこう描けるようになるっていう方がまあ理想的ねですね。実際にあのアニメーターになった僕の同級生なんかみんなねこんな小さいやつで練習してるの見たことなくてやっぱり手さんでこうポーズとかで、同じように黒木とか勉強して、普通に描けるようになりましたのでねあんまり小さいのはこう進めてきません。で僕あの黒木帳はまあしまってなかなかね抜け出せないところにしまってあるんですけども、いくつかね前に取り出してた、デッサンとか残ってるので今はまたそちらをお見せしたいと思います。次はこれですね。これはのデッサンでそのラフデッサンですねなんですけどもこの後ろ姿っていうのはデッサンでまた難しくてあのこの背骨なんていうんですか背中の部分とかがこう難しいっていう風に当時のね先生があのおっしゃっていましたけれどもなんかねまあこれももちろんあの下手は下手なんですけども先生にこの背中の部分とかあの褒められましたね。書き方がね褒められました。まああとからのこう重心こっちに重心を置いてこっちにね足を少しこう上げようとしてるような感じなんていうのもねあの難しい、まあ、今の僕が見るとこれもデッサン狂ってるし髪の毛も適当だし腕なんかも細すぎるなとは思うんですけど当時はまあこれで精一杯でした。で今度はこれにが慣れてくると今度はこれ、後ろに使ってる紙はこれねキャンソン紙かもしくはあのワトソン紙ですね。ワトソン紙って言ったらホワイトワトソンイメージする方も思いますけどこのパステルこれパステルで書いたんですけどもパステルにはこういったね色のついてる、まあ、あのワトソンカラーワトソンですね。これが一番あの合ってるんです。でそあのパートあのなんですかパステルなのでもう白も使えるということで一応下地で光のところなんかねこう描いてみたりあと肌のこういったねあのツヤの部分は、まあ、白で描くことができるということで、まあ、膝とか、白あのパステルはあの面白い、練習でしたね。これ全部あのまあ、いろんな人います。布でこすったりとか、まあ、ティッシュでこすったりとかパステルですからねできますけれども僕はあの指でこうやってこすってこう描いてましてパステルも割とね得意な方で、先生にね割といい点数もらいましたがまだ今思うと先ほどの続きなんですけど今思うとこの髪の毛もちょっと黒で描いたんですけどきつすぎなのでもっとはもっとね光が当たってるとこなんかこう水青とかでこう描いてもよかったなっていうふうに思っています。またね今こういうの見てるとねまたね人体デッサンなんかもやりたいと思いますがね機会があったらねどっかちょっと描きに行ってみようかなというふうに思ってますけれどもそうそうでね今今日が最終日だったんですけども僕はね講座をやってまして、まあ、水彩画の風景画と、それから色鉛筆による、まあ、風景画人物画をいくつか何回かやってまして、今年やったのは人物色鉛筆で人物画だったんですけど皆さんに、ね今日でね終了したんですが初日にやったそのフリーハンドで描いた女性と比べてもかなり上達して、ね終了されていきました。まあなかなかね、動画の方で、僕は動画の方でね人物がいっぱいこう上げてますけれども、カメラがね、今これ撮ってるのスマホなんですけども、ビデオカメラじゃないやつで撮ると、まあスマホもそうですけど、ある程度の時間が来るとこう止まってしまいますので、なかなかフルで。その描いてるシーンをねなかなかねお見せできなくて、過去の動画も割とねどんなに長くても十何分15分ぐらいとかぐらいしか撮れませんでしたがまあ早くねまあ安いやつでいいのでまあビデオカメラを買って、買った暁には僕がねどのようにこう人物がもしくは風景画を描いてるかっていうのを皆さんにお見せできたらなというふうに思っています。というわけで今回は、まあ、夏になったら思い出す、まあね、めっちゃ厳しい夏休みの課題の思い出と、
それからその課題に付属してそのね、デッサンはこういったものをやってましたよというお話でした。この動画がね、万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。